上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら雪娘チョコバナナマロンを食べたいと思います。でも自分雪娘っていうのを初めて食べるんですが、どんな感じなの。例えばこの大福の中に何かが包まれているような、いや何かじゃないか、評判に書いてない、そんな印象なのですが、美味しいのかな。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、これ開けてみたんですけど思ったより大きいですね。ではチョコバナナの方からいただきます。これ向こうだけなんだ。続きましてはマロンの音と下の方にくっついちゃってラフィー部分では、はい、これ以上悲劇が増えないうちにいただきます。昨日やったらできんでできた今忘れて昨日九世なもう主人が買えよう。でこちらのマロンの方は栗の甘さはちょっと控えめだったかな。かなり生クリームが強かったです。雪娘自体がそもそも生クリームが強いのかもしれませんが、マロンというのでもうちょっと栗を感じられた方が良かったかもしれません。栗の果肉の食感があったのは良かったですね。というわけで今回こちらのチョコバナナの方が美味しかったので、こちらをこちらのテイストとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。